久保さん。もうなんかセールスビデオになってきてるじゃないですか、これ <laughs>。久保さん <laughs>。完全なんか売り込んでくんぞみたいなね <laughs>。臨戦態勢じゃないですかね <laughs>。まああのね、今回のね、久保さんのあの、お金とことわざ、ね、頭金とかね、あの、なんかそういうことわざ、良かったですね。まあ確かにそう言われると、お金と体は、 一部なんじゃないかなと思うんですよね。うん。だから多分ね、いいんじゃこの億万長者合宿いいんじゃないですかねみんなお金のこと言わないんで。要はお金のこと教えてくれないし、お金のことみんな言いたくないんですよ。で、お金のこと言うと汚い。あいつら汚いとかね。稼いでると、あの、なんか悪いことしてるとかね。だからお金に対しての、なんだろうな、なんか偏見を非常に持ってるんですよね。特に日本なんかは。日本はもう特にお金に対しての偏見、し 妬み、嫉妬、めちゃくちゃあるので。だけど、その妬み、嫉妬があるけども、お金、必要だよねっていう。ここはね、ほんと勉強しないといけないし、お金はもう、なんだ、血であると。あなたの血はお金でできてますからね。あなたの血はお金でできてるっていうことにしましょうか。今、あなたが食ってる飯はどうやって手に入れたんですかもうしますね。あなたが、 飯食ってる飯はどうやって手に入れてるんですか金でしょということは、お金がちじゃないですか吉谷さん、僕はあの自給自足してます。いますまあ、いる人もいるかもしれないですけど、完全なる自給自足ってかなり少ないと思いますよ。で、完全なる自給自足をしてる人がいるとするならば、多分この億万長者合宿見てないんで。<laughs> 多分、すげえとこ住んでると思うんで。どうすかね 卵を買ったりとか、肉を買ったりとか、まあ食べに行ったりとかね。どうすか <laughs> お金使ってるじゃないですか生きるために。こんな当たり前の現象ですら、言われないとハッとしないんですよね。お金は血、血はお金でできているっていう、こんなストレートに言われることないじゃないですかなんで言われることがないかっていうと、みんなお金のこと言いたくないからです。わかりますお金のことみんな言いたくないですよ。 そう嫌われるとか思ってんじゃないですかね。そう。金の亡者とかね。いろいろあると思いますけど。僕は単純に必要だと思うんで言ってるだ、言ってるし、どんな感情を抱こうが、どんな嫉妬心だったり、どんなに指さそうがあなたもお金使ってるよと。その事実はあると。その事実をあなたはどう受け取るのかと。指さしたままでいいのか、人を妬んで嫉妬した人生でいいのか。稼げば。 もう解決するわけですよ、そんなもんは。じゃあなんで稼げてないのかっていうと、稼ぐ勉強をしていない、お金の勉強をしていない、集客をしていない、商品を作ってセールスしていない、ただこれだけなんですよ。だそれを勉強して、それをしっかりやればいいわけじゃないですか。ただそれだけなんですよ。<laughs> 難しくはないですよ。まあ最初は難しいかもしれないですけど、ずっと難しいのかっていうと、ずっと難しくないですよ。うん、それはその、 なんだうー久保さんの、僕は、あの、億万長者になるまでの、全部見てるわけですから。ね久保さんはマーシャン店の、ただのおっさんだったんですよ。<laughs> 自分でね、塾なんか運営したことないですよ。動画撮って、それ、売るとかね。やったことに一度もないですよ。もちろん最初は難しいこともたくさんあったと思いますよ。何言ってるかわかんない。言語も理解できなかったことも多々あるでしょう。うただし、今は、マイスターです。 もう勝手にセールスビデオ、なんかな、なんだ、もう勝手にもうじ、勝手に、なんかセールストークができるんですよも、もはや、勝手にね。いや、このリメンバー、すごいですね、久保哲郎の本気が、こう、出てきたんじゃないですか。もう、そっか塾入れっていう流れじゃないですかも、もはや、もう、これは。すごいですね。いやー、ちょっと本気出してきましたね、久保哲郎が。 まあ僕はあの別枠でもあのドリームアカデミアアドバンスねアドバンスコースを来週24時間限定でしっかり売るんで、はいまあ、久保さんはまあそういう今はねそう,いうかそういう感じでプロモーションしてしっかり売るってことやってないのでまあこの1話1話渾身の力を込めて <laughs> まあ売る気はないと思うんですよただもうだからね身に,身にし染みちゃってるんじゃないですかねもう身にしみちゃってると思いますよ久保さんは <laughs>。 意識はしてないと思いますうん、何も意識してないですただ喋ってると勝手になんかセールスしてるっていう,、ね、そうはいということで、えー、あなたの血は金であるいってらっしゃい